高レーガオンの戦いは、1818 18年1月1日に、インドの高レーガオンにおいて、イギリス東インド会社とマラーター王国との間に行われた第三次、マラーター戦争の戦闘。1817年11月5日、マラーター軍は、イギリス軍にカドキーの戦いで敗れ、その後、プネーをイギリス軍に占領された。だが、 マラーター王国の最小バージーラーをセ世は軍を立て直し、再び同じ規模の戦力でイギリスとの対決に臨んだ。1818 18年1月1日朝、マラーター王国軍はイギリス軍と高齢ガーオンで激突した。マラーター軍は前回と同じ騎兵2万、不評8000であったのに対し、イギリス軍はほとんどがダリットから構成された。 不評500、騎兵二250と劣勢であった。熾烈な戦いは丸1日続いたが、マラーター軍は、バープーゴーカレーの息子ゴービンドラーをゴーカレーが、戦死するなどの損害を被り、敗北を喫死した。バージーラーを2世は、高齢ガオンの戦場から2マイル離れていた丘から、官房していたが、敗北を悟ってその夜のうちに撤退した。その後、 この戦いの戦勝を記念するダリットの紋章が刻まれた塔、高齢画音等が建てられ、現在まで残っている。2018年1月1日、プネにて高齢画音の戦いの200周年、記念式典が開催されたが、ダリットとヒンズー史上主義者が対立し暴動となった。ありがとうございます。